久保さんまああの、青白王子が言ってたのはね、あの、まあ、広告戦略ですよね。まだ関係性が薄い、ただクリックしてくる人、まあ一般エンドユーザーですよね。で、この前ね、僕はね、難しい LP を作ったんですよね。難しい LP って何かっていうと、お客さんの手間がめちゃめちゃあるっていう LP ですね。まあその審査がありますと。商品を買うのに審査があると。最低1000文字書けと。ね。 そんな広告かけたら誰一人コンバージョンしないと思うんですけど。<laughs> だってその商品を買うのに1000文字書かないといけないでしょ。青汁王子と真逆ですよね。でもそれはまあ広告戦略であって、ただ僕の戦略としては、それ、その超難しいね、めんどくさいことでもこうやれる人をテストするというかね。まあよくやるんですけども。 だから、その濃い、本当に濃いのかどうかっていうのをさらにテストする。で、少なくても1000文字以上書く人って、しかもその有料商品ですからね。安い、安い商品じゃないんだけども、安い商品じゃないんだけども、それをまた難しい1000文字書いてね、審査もあってね、みたいな話してる。で、結果的にその、青白王子のコンバージョンレートコンバージョンの話してたんですけども、まあ、僕はコンバージョン100%でしたね、今回。結論。 60万の商品が4人来て、まあ、1000文字以上書いてね、審査いただいて、で、まあ、あのしっかり書いていただいてたんでね、合格通知出してね、決済のご案内しましたけど、60万の商品があー4人に対して4人コンバージョンと、だ100%のコンバージョン率を出しましたね。だから、その、なんだろうな、あの自分の,そのメディアをやっているんであるならば、まあ、久保さんの VTuber の話もありましたけど、まあ、テストしてみるってことですよね。 まあ、濃い。じゃあ、その、じゃあ、濃いと。じゃあ、それが本当に濃いのかどうかっていう、また AB テストというかね。テストするっていう。まあ、とにかく、まあ、テストするっていうことは大事なんですけどね。だから、まあ、あのー、ですかね。うん、いろんな売り方あります。いろんな売り方あります。だから、まあ、いろいろテストしてやって,みていただければいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、面白いですね。いろんなやり方があって。いってらっしゃい。